ここから、僕はどうすれば、完全に閉じ込められちゃったもんね。めちゃめちゃ観察されてるな。僕自身、一体何者になっちゃったんだろう。どう見てもホルモンにしか見えないけどな。そういうこと言うなよ。ホルモン食べれなくなるだろ。あ、でもここについてる装置、ちっぺがせそうだぞ。あ、ダメそんなことしたら。うんぬぬぬぬぬぬ。じゃあ、おい。お前らこんなところに閉じ込めやがって。おいおい、どうなっちまってるんだ。うん、破壊、するぞ。全部、ポコニャン。一体どうしちゃったの。わからないけど、この体、僕の意志だけで動くんじゃない。凄まじい破壊の衝動が、この体の中に渦巻いてるよ。ポコニャンの意志が、この気持ち悪い塊と同化しちまったのか。僕の意志を超えたパワーが、凄まじい破壊の力ね。今までここの研究者たちに、様々な実験をさせられてきたのかもな。この子だけじゃなく、多分、他の子たちとの意識が繋がってるのかも。確かに、ポコニャンにもそういう能力あったもんな。これだけのパワーを持ってるなら、すべての意志のない子たちと繋がることもできるかも。そんなことがないならよ、このゴリゴリでクーデターが起こせるわね。そうだよな。多分、意志のない人間は、世界の様々な場所で労働者として使われてる。そいつらが一堂に一つの意志で統率されたら、世界はあっという間に支配されちゃうでしょうね。なんだよ。いきなりすごい急展開じゃねえか。ドリームスもびっくりの超展開ね。でさっきから全然ポコニャンが喋らないぞ。もしかしたらもうこの意志が消えちゃったのかも。ね、マジかよ。いや、マリサ、霊夢、僕はまだ消えてないよ。ただ、二人の話を聞いてて思ったんだけど、確かにこの存在はすごく世界にとって危険だと思う。この存在っていうか、あんた自身でもあるけどね。そうだね。とにかく、このままこいつを放ってはおしまいだ。こっちにはいけないか。あんた、何しようとしてるのよ。僕は、こいつを何とかして止めてみるよ。何とかして止めるっつったってよ。お前の意思通りに動かないんだろ。うん、全部僕の思い通りには動かせないけど、ある程度は僕の意思で動かせるみたいだから、とりあえず人を傷つけない場所まで移動して、こいつの活動を停止させてみる。いや、でもそんなことしちゃったらお前はどうなるんだよ。それはわからない。でもこのままこいつを放ってはおけないでしょ。だからってお前が犠牲になることはないだろ。そうよ、人間が好き勝手に実験をした結果、この存在が生まれたんだとしたら、それは自業自得ってことじゃないの？確かに霊夢の言う通りかもしれない。でも、こいつを野放しにした結果、世界中の罪もない人が苦しむことになるかも。そうなったとしても自業自得って言える？うん？それは、でしょう。だから、僕はできる限りのことを。全部、破壊、する。あ、やばい。ポコニャンの意識が、落下の衝撃で気を失っちまったか。あ、上に登ろうとしてるわね。でもこれだと高さが足りねえだろ。よし、これで時間が稼げそうね。なんとかポコニャンの意識を取り戻さねえと。このままだとここの人たちにも大きな被害が出るわ。やばいぜ、これはやばいぜ。わあ、破壊の限りを尽くしてるわね。でも、とりあえずここに閉じ込められてるし、こいつはバカそうだから。え、何やってんだ。何かしらの機材を引っ張らしてるわ。それをどうするつもりなんだ。もしかしたら上に上がるための足場にするとか。そんなバカな、もう知恵がついてきたっていうのかよ。ありえないことじゃないわ。ポコニャンを吸収してるんだから、あいつの知識や知恵はこいつのものになってるはず。マジかよ。いよいよやばすぎるだろ。ここの警備員とかはいないのかしら。誰が来ても、誰も止められないだろこんなの。わあ、やっぱり足場にするつもりよ。こいつ、ここから逃げるつもりだな。それだけは絶対に阻止しないと、逃げられたらそれでおしまいよ。なんせこいつはテレパシーを使って、意志のない人を操作する強大な力があるんだから、どこかに隠れられたら二度と見つけられないな。って言ってる間に行っちゃったわよ。たっぽこにゃんは何してんだよ。これはあかん、みんな早く逃げてー。やべえ、次々と人がなぎ倒されてる。完全に暴走してるわね。上の奴らも見てるだけかよ。こうなってしまっては交換するしかないわよ。人のか弱さを痛いと感じるな。ここは研究所の所長室かしら。ダメよ、絶対にダメ。やめろここな。やっちまったー。ついに一線を越えちゃったわね。うでぇ、肉片しか残ってないぜ。確かに一番の恨みの相手ではあったろうけど、これはやりすぎだな。ほんと、なんとかしてこいつを止めないと。おらぁ、早く起きろよポコニャーン。う、
僕は、気を失ってたのか。気を失ってたのかじゃねえよ。あんたが寝てる間、第三次だったのよ。こいつが暴走して、ここの所長を殺しちまったぜ。そんなことがあったのか。一刻も早くこいつを止めないと。どうやって止めるかよね。波のダメージでは殺すことは不可能だからな。この木の棒持つことができるぞ。これをどこかで使うのかな。あ、そこに不自然な色のスイッチみたいなのが。これで押せっていうことなのかな。ああ、しまった。結構重いなこれ。まだ完全に意志が統率できてないから、体も思った通りに動かすことができないみたいね。よし、もう一度チャレンジだ。ちゃんと狙いを定めて。せーい。おお、扉が開いたわよ。外から犬がたくさん。ああ、やめろやめてくれ。めっちゃくすぐったい。くすぐったいだと。正直この程度じゃ何のダメージもないよ。人を簡単に噛み殺すくらいの犬なのに。あ、ここの感圧板を踏むと右の昇降機が動くんだね。ってことはあれに乗って上に行くのか。そうだね。多分人間には僕を止めることはできないから、どこか自分を破壊できるところを探さないと。あれ、ちょっと乗るのが遅かったみたいね。あの感圧板を何かで固定しないと。あ、もしかしたらさっきの木の棒かな。こいつくらいの重さがあれば、感圧板を固定するのにちょうどいいんじゃないかな。なるほどな。確かにこれでいけそうね。よいしょーっと。しかしお前、これから自分が死ぬかもしれないのに、なんでそんなあっけらかんとしてんだよ。いや、死ぬのは怖いさ。でも、大きな目的のために死ぬことは、悪くはないかなって思うよ。人はどう生きたかよりも、どう死ぬかが大切だと思ってるからね。な、何こんな時にカッコつけてんのよ。霊夢、お前泣いてんのか。泣いてないわバカ。そんなことよりもさっさと先に進みなさいよ。おお、急げー。うわ、うんぬぬぬぬぬ。じゃあ、登れたぞ。向こうの方で研究員たちが見張ってるな。でも、何も手出しはできなさそうね。さて、先を急ごう。